カターニアイコールフォンターナロッサ空港はイタリア共和国シチリア島内で2番目に大きい都市であるカターニア県カターニアに位置する国際空港であるカターニア出身の作曲家の名を取りビンチェンツォベリーニ空港とも呼ばれるカターニアイコールフォンターナロッサ空港はシチリア島内で最も利用客の多い空港であり 2018年には993万3318人が利用しイタリア国内でも5番目に利用客の多い空港となっている。アリタリアイタリア航空やルフトハンザドイツ航空、KLM オランダ航空などの大手航空会社がローマ、ミュンヘン、アムステルダム、ベルリンなどのヨーロッパの主要都市への路線を運航する一方、EG ジェットや ライアンエアーなどの格安航空会社は、レジャーチへの路線を運行している。中でもカターニア、フォンターナロッサローマ、フィウミチーの線は2016年の旅客数が199万8352人に、達し、イタリア発議路線で一番、ヨーロッパ内発議路線では4番目に、旅客数の多い路線となっている。カターニア空港の歴史は1924年まで、遡る。 その後、第二次世界大戦中は、ハスキー作戦の最中に連合国が空港を占拠し、アメリカ陸軍航空軍の基地として使用されるようになった。第十二空軍は空港を戦闘飛行場として使用し、1943年8月27日から11月19日までは、B-25 ミッチェルを運用していた第340爆撃隊が配置された。 さらに1943年9月29日から1944年6月29日までは、第51空母航空団が空港を使用しており、その後いくつかの輸送隊が空港を使用した後に、空港は民間当局に引き渡された。1940年代後半までには、空港のスペースが著しく不足していることが明らかになり、移転が必要であると考えられ、 1950年に以前より大きく設備の改良された新しいカターニア空港が開港した。2018年、急速な利用客の増加に対処するため、新しいターミナルが2つ建設された。C ターミナルはもっぱら、イージージェットによって使用されている。カターニアイコールフォンターナロッサ空港のエプロン。奥に見えるのは、エトナ火山旅客便3社が拠点空港としている。 空港はカターニアとパレルもシチリア中心部を結ぶアウトストラーダへ19号線およびシラクサ南部へ向かう欧州自動車道時 E45 号線付近に一致している。空港からはカターニア市内中心部やカターニア中央駅へのシャトルバスやその他シチリア島内別地域への定期路線バスに乗車することができる。ウィキメディアコモンズにはカターニア コンタナーサエアポートに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。